唐次恐れは中華民国の軍人、雲南派に属した。字は、兄は雲南派指導者の唐次行、雲南陸軍工部堂を卒業。1912年、兄の唐次行が奇襲都督になると、唐次恐れは奇襲軍警局局長に就任した。唐次行が雲南都督に就任すると、唐次恐れもこれに従って帰還する。以後、兄を補佐して、 小海警察庁長長、前省刑務所所長、天軍第七旅旅長、経営軍司令、正師所総参謀長、栄治総司令官兼雲南工部学堂道長、雲南司政、正師弁などを歴任した。1923年2月、当、次恐れは、兄の命により、紀州を追われていた、元紀州特軍、竜県洋を救援して、紀州へ進軍し、 奇襲軍の塩素名を駆逐した。これにより、当次恐れは、奇襲ただし弁に就任し、劉を奇襲軍事前後改弁権奇襲省庁に任命した。しかし1925年1月、ご配布の援助を受けて、勢力を回復した塩との激突を回避するため、当次恐れはただし弁の地位を塩に譲り、雲南へ退却した。同年2月、当次恐れは、 兄の命を受けて、今度は、厚生省の理想人ら新厚生派を攻撃した。しかし6月、新桂系の反撃にあって、大敗を起死してしまう。雲南省に帰還後、東次をそれは、雲南陸軍訓練総監に任命され、兄の後継者と目されるようになる。しかし、東次、行の有力部下である、龍雲、小赤倉4人の陳樹氏は、 このような遠故主義の強化に反発する。さらに、東京大が国民政府に反抗的な姿勢を取っていたことへの不満も募らせていた。1927年2月、ついに四鎮寿氏はクーデターを発動して、東を継ぎ行を失脚させた。これにより、東ぎ恐れも地位を追われてしまったのである。その後、東ぎ恐れは1931年に、 西南政務委員会委員として再び姿を表しているが、目立った政治、軍事活動は見られない。到着恐れの没年は不詳である。ありがとうございます。